このドレス、ちょっと胸元が開きすぎじゃない？それくらい普通だよ。気にしすぎだって。いや、やっぱりちょっと開きすぎかな。何か詰めとく？悪かったわね、貧相な体型で。ほら、このリンゴなんてどう？喧嘩売ってんの？でも、これくらいはあった方が見栄えがいいよ。形も合ってるし。ふざけないでよ。普通詰めるって言ったら布とかでしょ？っていうか、このドレスの着付け、やけに手慣れてたわよね。まさかとは思うけど、女の子の格好して出歩いたりとか、そういうバカなことやってるんじゃないでしょうね。失礼な！出歩いたりなんかしないよ！着るのは屋敷の中だけだよ。やってんじゃないの結局。ああ、もうほんとあんたの感性疑うわ。信じらんない。ミレーユー、素晴らしい。なんて美しいんだ。さすがは私とジュリアの娘だ。そりゃ僕と同じ顔だし、化粧したのもドレスを見立てたのも僕だし、美しくて当たり前さ。なあミレーユー、この親子は。それにしてもやっぱり私、なんだか落ち着かないわ。こういう豪華な雰囲気って苦手。何言ってるのさ。こんなに綺麗に着飾ってるのに、知り合いに見つかってゴタゴタしないようにベールだってつけてあげたし。だけど私、舞踏会って言われても踊れないし。ミレイユ様、本日は私どもの婚約披露舞踏会においでいただきありがとうございます。リディエンヌ様。これはこれは、白の桃園か。可愛らしい霊場だ。妃ともども親しくさせていただきたいものだな。ジーク、なんでリディエンヌ様と腕を組んで。アルフレートだ。はじめまして、ミレーユ嬢。アルフレート、ジークが王太子殿下。こんな、どこまで私をからかう気だったのよ。今日の良き日をお迎えになったことを心よりお喜び申し上げます、両殿下。白にはいろいろと面倒をかけたな。感謝している。恐れ多いお言葉です。リディエンヌ様もどうぞお幸せに。ありがとうございます、ベルンハルト伯爵。フレッド、おーラン、せっかくだからなんか美味しいものでも取っておいでよ。ねえフレッド、本当の本当はリディエンヌ様を好きだったんでしょ。でなきゃあんな手紙、いくら腹黒いあんたにだって書けやしないわ。腹黒いとは失礼な。嘘は書いてないよ、一つも。やっぱり。だけど僕は他人のものに興味はないからね。一番好きなのは自分だし。ごめん、僕はちょっと席を外すから。どこ行くのよ。お父上と一緒に陛下に呼ばれてるんだ。すぐ戻ってくるから。じゃあね。ちょっと、相変わらず逃げ足が早いんだから。リヒャルト、どうしてここに。一人にして申し訳ありませんでしたね、姫。リヒャルト、私、リヒャルトは特別任務で地方に行ったってフレッドに聞かされてたんだけど。驚いたのは俺も同じですよ。あなたは地方の温泉で療養中だとフレッドから聞いていたので。嘘、私はずっとグリーンヒルでにいたわ。俺もそうです。じゃあまさかフレッドが。まったくあの子は。計られましたね。もう会えないかと思っていました。うん、私も。そのベールはどうしたんですか。あ、これフレッドが知り合いに見つからないようにって。ああ、なるほど。ちょっと外してもいいですか。何。ここには誰もいないし、久々にあなたの顔を見たいから。別にフレッドと同じ顔なんだから珍しくもなんとも。やっぱりそういう女性らしい格好の方が似合いますね。え、綺麗ですよ、とても。ありがとう。あのリヒャルト、いろいろごめんね。え。パパのお城で会った時
殴っちゃったこと、謝ってなかったわよね。はあ、そんなこともありましたね。いいですよ。あれは殴られてもしょうがない。いっぱい八つ当たりもしたし。それもしょうがないでしょう。それから、いつも守ってくれて、ありがとう。ミレイユ。あと一つ、ルーベルンの女殺しって。え？教えて、最後だからいいでしょ。ルーベルンというのは、その、召喚のことで。召喚？そこの娘が、道端で足をくじいていたのを送っていっただけです。彼女から届いたお礼の手紙を、周りが勝手に誤解して。へえ、それで女殺し。いや、だからその呼び名は。わかった。信じる。ミレイユ。誤解が解けたのなら、今度は、俺のお願いを聞いてもらいましょうか。何？一曲、お相手を。あ、ちょっと待って。舞踏会に来たのなら、踊っておかないと。無理、私踊れない。大丈夫、適当に動いてればいいから。だけど、こんなに密着した状態で、冷静で色だなんて。もしかして、仕返し？さあ、どうかな。結構意地悪ね。ほら、足が止まってますよ。こんな感じ？そうそう、上手です。足を踏んでも怒らないでよね。怪我は、もう大丈夫ですか？うん、平気。あの程度、気にすることないのよ。私って頑丈だし。だけどもし、リヒャルトが来てくれなかったら、リヒャルトの瞳に私が映ってる。綺麗にお化粧して、ドレスで着飾って、まるで別人みたい。ミレイユ。あれ、リヒャルトの顔がだんだん近づいて、額に息が。すごい綺麗。こんなに近くで見たの初めて。本当に綺麗ですね。ったく、何やってんだか。どうしてそこで諦めるかな。ぐっと抱きしめてキスしちゃえばいいんだよ。花火なんかより俺を見ろとか、男らしいセリフを吐いてさ。危なかった。ああ、よかった。あとで花火技師に報酬をやらないと。ねえフレッド、これでいいんだよ。ミレイユにはまだ恋人なんて早すぎる。何言ってるのさ、お父上。あの子はもう16だよ。この年まで恋人の一人もいないなんて、かわいそうで見てられないよ。第一、僕と同じ顔なのに全くモテないっていうのが信じられない。神への冒涜だ。許せないよ。しょうがないな。本当に世話が焼ける子たちだよ。ありがとうございました。さーて、そろそろ暇な時間帯だし、また新作パンの構想を練らなくっちゃ。あれから1ヶ月、こうしてると身代わり生活をしていた頃がまるで夢だったみたい。あれ、この手紙、フレッドからだ。いつ届いたんだろう。親愛なる妹へ。やあ、元気かい？この間は散々なことに巻き込んでしまって、すまなかったね。ほんとよ、全くひどい目にあったわ。ところでミレイユ、ここで君に一つお知らせがあります。兄は今から、昇進旅行に出ることにしました。昇進旅行？兄は命を懸けた恋に敗れ、聞きたくもないのろけ話を聞かされるという、まことにかわいそうな毎日を送っています。こんな生活、もう耐えられない！つきましては、僕がいない間、もう一度グリーンヒルデに来て、身代わりをやってください。この手紙が着く頃に、迎えの人間がやってくると思うから。なんですって？
追伸、お土産は東洋の大亀の甲羅を買うつもりです。貧乳に効くそうなのでお楽しみに。な、何よ貧乳って。まったく、あいつの暇つぶしになんて付き合ってられないわ。あそこで過ごした日々が楽しくなかったって言ったら嘘になるけど、もう私には関係ないのよ。住む世界が違うんだから。あ、いらっしゃいま。すみません、上官命令でお迎えに来ました。引き続き護衛をしろということで。私の身代わり生活はまだまだ終わりそうにない。